はい、皆さんこんにちは。こんにちは。これおそらくセグロアシナガバチで、本当は背中の模様ちょっと見ないとわからないんですが、まあこの感じだとセグロアシナガバチの可能性が高いでしょうね。うん、で、これ今お母さんバチだと思います。女王バチが、子育てする時期ですね。一匹で巣を作って子供を産んで餌を取ってっていう時期なんですよ。はい、でこれがだんだんサナギとかなって成虫になって働きバチが出てくると、働きバチが、まあ、一生懸命働くようになってくれるというところではあるんですが、まだ出てないですかね。お母さんバチだけですかね。みたいですね、うん、ただ真ん中の方から作っていくので、真ん中の方はもうサナギなってそうですね。だからこれからちょうど働きバチが羽化してくるんじゃないかというところです。ここからどんどん増えていくんで、効率も上がるんだよね。働きバチが働いてくれると子育てとか餌取りの効率が上がるじゃないですか。で一気に増えていくっていう時期になってくるんじゃないかと思います。で真ん中の方はもうサナギっぽいんですが、これ実は離れたところからズームで撮ってます。危ないのでね。でこれ幼虫がもうかなり内側の方はでかくなってますね。これが幼虫です。この幼虫がでかいくなってて、だんだん外側に行くに従って幼虫がちっちゃくなっていくと。だから成長段階が作っていく過程で卵を産んでいくんで、成長過程もバラバラです。それが蜂の魅力の一つですね。でもちろんですね、このセグロアシナガバチっていうのは人を刺すことがあります。でこの刺すっていうとなんか蚊みたいに勘違いしてる人もいるんだが、どういうこと、蚊っていうのはなんか人のメスがね、繁殖の時に人の血を吸って栄養にして卵を産むために来るでしょ。だからそう、ね、人を刺すことが目的なのよ。でも蜂っていう、まあすごい気性荒い種類もいるんだけども、蜂っていうのは基本的に人を襲おうと思って襲ってないんです。蚊とは違う。じゃあどういう時刺すかっていうと、やっぱり自分の身に危険が迫った時と、あと蜂っていうのは結構家族思い、まあ種類によりますけどね、こういう子育てするような蜂っていうのは家族思いなんですね。なので自分の子孫たち、まあ姉妹とか、そういうのに危害を加える、まあ子供とか姉妹に危害を加えるような時、弟とかね、に攻撃をしていくということがあります。なので基本的に刺す蜂ではあるんですが、それには事情があるっていうことも分かった上で対処、まあ距離を取って観察はあんましない方がいいか、蜂ですからね。まあ距離、十分な距離があってね、そうがあればまあいいとは思うんですが、その距離感っていうのは最初分からないと思うんで、これは知識ある人と一緒にとかの方がね。そうただこの蜂っていうのは意外といろんな場所、市街地の公園とか、あと庭なんかにも巣を作ることがありますので、気づかない間に巣に近づいてきたりとか、草切ってる時に気づかないとかね、そういうことがあるともちろん刺すことがありますので、十分注意が必要な昆虫ではあると思いますね。でこれも都市公園の、まあ、管理の事情でですね、これはやっぱり駆除するしかないんでしょうね。まあ、ちょっと、まあかわいそうだけど、場所的にね。そうですね、かわいそうだけどね、何もしてないんだけどね、でも、もしかしたらっていうことがあるんでという話なのでね、やっぱ申し訳ないけど安全第一でお願いしたいなということもあります。でこれね、まだ女王だけですけど、働き蜂とかが増えてくるともちろん攻撃性とかも高まってくると。そうだ、そうだね、数が増えるので。ちなみにさ、そのさ、あの部屋ってさ、何回も繰り返し使うもんなの？あ、1回だけ。これは繰り返しますね。なのでどんどん巣も大きくなって、餌を取ってくる要因も増えて、で部屋も増えるので、どんどんこれから夏秋にかけては大きくなって増えていきます。注意が必要ですね。で今の時期だと女王蜂、まあ、お母さんが一人で子育てしてる状況なので、何かあるともうこの巣が、この子孫がみんなダメになってしまうということなので、非常に
危険な時期、蜂からしたら、うんうん、そういう時期になってますね。でここにね、なんかね2個だけ房がついて、これも多分アシナガバチの巣だったんですが、これはおそらく作ってる途中でお母さんがもう死んでしまったりとかしたものなんじゃないかなというふうに思います。ちなみになんか作りかけで他にいい場所を見つけてそっちに移ることは、条件に応じてはやっぱりここでもう子育てができないっていう条件になってくると、やっぱ放棄せざるを得ないっていうことはあるかもしれませんね。ただやっぱり自分の子供っていうのを天秤にかけることになるので、そこは蜂じゃないとわからない、そうね、と思います。でも非常にね、やっぱり家族思いですよね、こういう集団性の蜂っていうのは、で可愛いんですけど ね、ただやっぱり刺すことがあるっていうのと、まあ、毎年結構刺されることがあるんですよ、アシナガバチって意外と。なので十分に注意必要だし、まあ、観察する時も分かる人と観察した方がいいと思う。で家とかにできて自分で駆除しようとかあんまり思わない方がいいかもしれない ね、いや、危ないよね、やっぱそういうところ注意しながら。でセグロハシナガバチなんかは結構都市部でもいるのでね、その辺は注意してください。この警戒色、黄色とか赤とかね、もう黄色黒はもう、工事マークとかも一緒で警戒だよね、もう危険っていう印象があるよね。そうですね、なので十分注意してもらえればと思います。以上です。はい。